はい、皆様こんにちは、カズチューブです。今回もご視聴本当にありがとうございます。というわけで、今日も僕はペーペードームの放送席から喋っておりますが、僕もね、レギュラーシーズンに関して言うと、今シーズンのペーペードームでの実況は今日がラスト。早いね、もうなんか、アイビースタジアムでのオープン戦とか、ホークスのキャンプ中継も僕は2日ほどやらせてもらったのかな。そこから始まってもうね、半年が過ぎて、いよいよもシーズンも最終盤というところで、今日この僕のペーペードームでの僕の担当の、実況中継はラスト。次あるとするならば、おそらくあると思うんだけども、クライマックス呼んでもらえたら、実況しますけどもね。さあ、オリックスさんとの試合になったらどないするみたいな感じでもあるんですが、でもね、今日もいいゲーム期待しましょう。今日も楽天さん、昨日楽天勝ってね、3年生1勝1敗、楽天 もう必死ですから負けられませんからね。というわけで、ホークスも今日は勝ち越しをかけてということ。レイと、涌井投手が5月の18日以来の、マウント、どんなピッチを見せるか、ファームの方でもね、しっかり調整をして、上がってきましたので、8月に入ってもね、ファームの方で投げてるんで、さあどうでしょうかっていう感じのゲームではあるんですが、そしてオリックスさんはその、昨日の負けは痛かったんだけども、元に切り替えて今日は、ベルーナでのライオン戦です。ムクドキ投手が先発のマウンド、前回8月21日かな、ライオンズとの試合でこのベルーナでは2回途中ノックアウト、打ち込まれました。そのリベンジなるかということ、それと自身前回の登板が、試合直前のね、当日の練習中での足の捻挫ということもあって、先発回避という、ちょっと、受難続きではあったんだけども、なんとかね、コロナ明けのピッチング期待したいねと思いますね。はい、で平井投手も、対オリックス、ここまで対戦防御率は1点台みたいよ。2点取れてないのよ、9回で。だから厳しいんだけども、とにかくもうそんなこと言ってられないからね、今はね。とにかく勝つしかないんで、また皆さん今日もリポートよろしくお願いします。気持ちを新たに前を向いて明るく応援していきましょうね。よろしくお願いします。僕は今日一生懸命ここで、ホークス対イーグルスの試合の実況を担当させてもらいます。今日の、解説は柴原浩さん、前回の京セラでの高野祭典の最後のところになぜかマイクのスイッチが上がっていて、惜しいゲームだったなという声が、柴ちゃんの声が入ってましたけど、結構あれがね、ネット上で話題になっていましたが、すごいね、何が話題になるか分かんないんだけども、頑張って喋りますんで、オリックスも今日終わればね、明日移動日で、あさってからホークスを迎えての京セラでの2連戦です。今日のゲームが重要です。じゃあまた、もう全部重要なんだよね、はっきり言ってね、どのチームも。というわけで、皆さん応援よろしくお願いします。頑張って喋ります。じゃあまた、今日ホークス柳町選手が上がってきてますんでね、出てくるかもしれません。はい、そんな感じです。レイと涌井で、ベルーナは、ムクノキと平井という、両方とも熱いゲームですよ。特に2位3位だからね、ベルーナは。ここでちょっとやっつけておかないとオリックスもしんどくなるんで、でもいいゲーム期待したいと思います。今回の、今いいゲームはいらないね、結果だわ、内容よりも結果、それを重視したいと思います。じゃあまた、今回も最後までご視聴ありがとうございました。とりあえず、このペイペイドームの放送席からお送りしてまいりました。次ペイペイ来るのは僕はもうクライマックスだよね。じゃあまた、あればいいけどね。おじさん頑張れ。